キンプリ5人体制最後の M ステ、披露曲発表スノーマンも2曲。テレビ朝日系で19日に放送される音楽番組、ミュージックステーション2時間スペシャル58時の出演アーティスト及び披露曲が12日、番組公式サイトで発表された。先立って出演が発表されていたキングプリンスは、デビュー曲シンデレラガールと新曲ビューティフルフラワーの2曲に決定。 Beautiful Flower フフは、ミリオンセラーを達成した初のベストアルバム収録曲で、ファンへの感謝の思いをメッセージに込め、過去現在未来を歌ったバラードとなっている。King&Prince は今月22日をもって、メンバーの岸優太、平野紫神宮寺優太が脱退し、翌23日のデビュー記念日からは長瀬連高橋海と、高橋小高の2人で活動を継続。 現体制での M ステ出演は最後となる。スノーマンは、合言葉、スロー、点々の2曲を披露することが決定。また、アイコ、ウーバーワールド、小崎ヒロや、スピッツの出演も新たに発表となり、歌唱曲も公開された。